島潜入は、潜入科に分類される鳥類の一種である。インドネシア、中華人民共和国、日本、フィリピン、ブルネー、マレーシア、ロシア東部カキは、日本やサハリン、オホーツク海西岸部、カムチャツカ半島等で繁殖し、陶器は、フィリピンやボルネオ島等へ南下し越冬する。比較的分布の狭い種である。日本ではカキに、 繁殖のため北海道に飛来する。道東、道北では比較的数が多い。本州以南では旅鳥として春と秋のあたりの時期に通過するが観察される機会は少ない。全長15.5センチメートル。背面は緑褐色、体側面は淡褐色、覆面は白い羽毛で覆われる。尾葉は短く黒い横縞が。 入り先端は白い。目上部にある眉状の反紋は単行色。くちばしの基部から目を通り後頭部へ続く筋状の反紋は黒い。海岸部の草原や湿原、牧草地等に生息する。草原の草の中に潜るようにして生活しているため、さえずり飛翔時以外で姿を発見することは困難である。植生は動物食で昆虫類。 節足動物等を食べる。草から草へ貧床に移動しながら餌を探す。繁殖形態は乱生。草の根元等に稲科の植物枯れ草を組み合わせた皿状の巣を作り、日本では6の7月に1回に4から6個の卵を産む。メスのみが放卵し、放卵期間は約13日程。ありがとうございます。